挑戦したかったんです。挑戦。翡翠先生、今まで自分の殻にとじこもって一人で生きてきたから、ダサい、嬉しいんだと思います。私が高校生を思うと先生が考えます。再現してもらいます。ここにマフラーがあるとして、先生もうちょっと迫真の演技でお願いします。殺人鬼の役ですよ、お得意なはずです。ミステリー作家なんですか。ベタすぎるセリフ笑っちゃった、一生忘れられない思い出、あなたがプレゼントしてくれた、一日中ゲームやり込んで、夜ご飯は一緒に作って、どうしてこんなこと。しなくたって二人いればそれだけでよくて、口下手三年生の女の子です。お互いブロック通じない電話、本気でぶつかり合えることがどんな意図しか気づけなかった。香月先生が立ってきてくれたんですよ。俺は辻ためですよ。夏希ちゃんが遺体で見つかったそうです。嘘ですよ、先生。私が死ぬべきだったんです。あなたの力は死を引き寄せるものではなく、僕は君を最後まで信じ続け、あなたの力になってみせる。僕たちはずっと一緒です。先生、さくらちゃんの居場所が分かるかもしれません。ダメです、これは負担が大きすぎます。大丈夫です。香月先生、あっち、はるかが見つかった公園です。さくらを助けてあげて。さくらちゃん、さくらちゃん、スカーフで絞め殺しました。わからない、先生。最後にあなたで作品を撮りたかった。絞め殺したらすごい顔するのかな。やってみたかったわ。裸にして写真を撮った。ね、そう思いません？私の力で透明な悪魔を捕まえることはできませんか。え、スーさんの力なら奴の正体を突き止めることができるかもしれません。